スタートしたよ。はい、これから出発します。声が悪かったです。この間もさ、このうちの BM の前で雨降ってる時に出たんだけど、今日も危ないです、非常に。台風がトラックで見える。あれ、どこ行くんだっけ。青です、どうぞ。お前住んでる中伊豆に行きます。そうだ、透明だ。透明行くんで、まっすぐですね。青葉から乗ります。というわけでございます。はい、行きます。というわけで、チーズです。こんなの買ってみました。どうでしょう。いただきます。うん。あ、おいしい。おいしい。うん。そう。じゃあ、髪食べないように。うん。じゃあ一口。ママ、メガネ似合うね。目がクラクラです。うん、美味しい。どんな具合でございました。こんなんでした。はい、じゃあ持ってください。修善寺、虹の里です。どこに。トイレですがいいけど。綺麗なんだもん、トイレって言ってる。こっちの何館の方だろうね。わかんないね。そう、中にね、そのイギリスいるよ、もうすでにティティが。あ、本当だ。じゃあやっぱりイギリスじゃないの。あ、イギリスの。ほら、そうだ、ほら、そうだ。入った途端にイギリスだよ。で、そうイギリス村にね、来たいなと思ってね。でもほら、この辺も行ってみたいだ。このイギリス村ね、全部歩くとさ、それで何時間かかる。でもなんかね、雰囲気良さそうなのはこっちのね、日本庭園の方があるんだよね。そう、でもね、こっちのね、カナダ村とかフェアリーガーデンとかも良さそうだったよ。あ、それもね、行ってみよう、うん、ね、行けるかな。というわけで、席がなんか持ってくれるといいんだけどね。ちなみに鉄道は大人400円だって、うん、バスは200円。で、なんかこんな入り口ね。というわけでございます。はい、帽子、仕入れちゃいました。これイエローサブマリンの、なんかね、中入ったらね、ビートルズグッズがいっぱい売ってて、あの後でね、マグカップも買っちゃおうかなとか思ってます。買っちゃうかなって誰が。ミキは建て替え。建て替え、建て替え。3240円。発見しちゃったから買わさせられちゃった。もうこれかっこいいよ、なかなか。うん、後で請求します。なんかいろいろ売ってたよね。どう、もういいかな。うん、というわけで、ミキ、これどっからどこまで行くんだっけ。イギリスからカナダ。ドイツじゃない、カナダ。イギリスからカナダまで。あ、発車。蒸気機関車。蒸気機関車。本当に蒸気出るのか。本当に出るんじゃない。一応本当だと思うよ。マジ。わかんない。チケットもある。あ、で、バスも。こっちにはちゃんと。ああ、本当だ。こんなのとかね。あんなの。あんなのバスもあるみたいで。行ってきまーす。撮影してる人撮影しちゃったし。もうゆっくり走るね。ね、いいね。ちゃんと遮断機ついてる。ああ、一応ね、踏み切りだから。なんで踏み切りそうなの。え、ここに置いてあったんだ。あ、そう。ほら、行くとね。はい、何分ぐらいかかんだろうね。10分って言ったから。あ、じゃあずっとつけっぱなしってわけにいかねえな。まずここ開けたら開いてた。うん、ここ開いてんだよ。うん、ここはね、はめ殺しみたいな。ほら、あのドアだから、出入り口だから。いや、機関車を映したいなと思って。え、てかさ、道映したい。道貸して貸して。てか機関車が、ああ、映った。出てる。だって、あれだよ、書いてあったんだよ、ホームページ。なんか、ここら辺が多分、フェアリーガーデンってところ。まあ、多分そうじゃない。ちょっと遠いよね。あ、
ここからだよ、ほら、カナダの。おぉ、いいね。イギリスからカナダまで10分で着いちゃうんだね。上だな。全部このスピードで走っててさ、10分で、これなんて、なかなか便利だね。便利な世の中になったもんだ。ね。なんか、お菓子の家みたいなところだね。エクドリのなんかトンネルあるし、カナダにしたらなんか後ろになんか、漢字書いてあるしね、なんか面白いね。トンネルで、トンネルの中でも電気つかないだろうな。つかないやっぱり。あ、今日だ。なんとも言えないこうすすけた匂いだね。え、すすけちゃんとね、おしゃれじゃんね。顔真っ暗なんでピーピーついてこせないんでしょ。なんちゃん、ひげ生えてる。生えてないか、残念。生えてないから生えてない。まあ、なんか足も当たる。足当たるよ。あ、なんか濡れそうだよ。あ、ハンモックかな。すごいね、あれなんていうの、わざわざこうやってぐるっと回ってくるのね。信号赤だけど。あそこが駅でございますね。あそこまで行くと四つね。時だ。ね、牛とか。そこはカナダの駅ですね。マジで、ね、本当に上手に来ました。おしゃれですね。こんなあってんだね。いい匂い。肉取ってんの、取ってんの。あそこにゴボゴボ入れて、ちょっとね、後ろから見たらトーマスとかいう子いつもだ。あ、名前ついてたよ、ちゃんと。なんだっけ、なんとかゴって書いてあったよ。あ、書いてある。ノーダンロック2。あ、そうなんだね。かっこいいね。2号でした。この色がなんとも言えないね、渋いね。というわけで、メープルってどこだっけ、カナダのお店に入って食べてます。ピザ美味しい。美味しい。あと冷製スパゲッティも来る予定でございます。先にいただいております。こんなさすがにね、今日午後で買ったというわけでございます。フェアリーの森を通過中でございます。フェアリーの森、こんな感じで、ちょっとおしゃれでございますね。向こうにはカナダ。でもね、ちょっとこれから歩いていくんですけど、さっき電車乗ったところね、まさかね、カナダとイギリスの間に伊豆があるって知らなかった。伊豆の国があると知りませんでしたね。で、その間に、伊豆とカナダの間に、なぜか伊豆とカナダの間に、何？空港止めてください。あ、なんだ？なんだ、そうなの？残念。でも、そこら辺もそうだよね。その橋がちょっとあれなのかもね、危ないのかもね。これね、フェアリーのところは、これ、あれなんだよね。伊豆と、あ、伊豆じゃないや。伊豆の国とカナダの間に。ああ、本当だ。メキ入れんじゃない？入れない。そうか、残念。何をやってんですか？足つぼだって。左と右に分かれて。
ょっと早すぎるんじゃない、スピードが。いや、それじゃほら、つぼ押しになってないよ、きっと。あの痛いね、ほんとに。痛いよ、ほんとに。パパの痛そうに見えないよ。大変痛いです。もう靴履いていいかな。こんな感じで。これ、あの、痛いだけ。最後痛い。どうはい、お疲れ様でした。あ、痛かった。痛いよ、これ。あ、痛かったでした。なんか偉そうに言ってるけど、おすごいね、あのあれだよね、あのドイツじゃねえよ、なんだっけ、カナダだ、カナダからイギリスまで歩いちゃったね、うん、すごい ね、 ねえ強烈です ね、 ねえ、こうやって富士山の天気のいい日には富士山が全部、なぜかイギリスから富士山が、どこから富士山見えるって、あ、ここからってこと、あ、そうなの見えませんね、雲しかない、雲か山かわからんね、わからんねない、あ、車内ね、 あ、 あそこにバス発見、そして伊豆の国を目指します。伊豆の国遠いな、うん、どっちに行けばいいんだ、なかなかね、あ、こっちか、妖精のところで妖精には出会えなかったけど、うん、よくわかんない、うん、あ、書いてある伊豆の村、ほら、そうだ、なんだ、イギリスのすぐ真横だったんじゃん。あ、 あれほら、手入れると食べられるやつ、あ、でもあれ本当はイタリアだけど。まあいいか。よし、よし、イギリスの真横に伊豆。よし、伊豆に入ります。あ、雨降ってきた、伊豆に入りました、伊豆の国にやってまいります、こんな感じだね、いろいろと何言ってんのかな、なんかいろいろあった、お、やっぱり椎茸茶あったか、あるだろうなと思った、キノコ茶ブレンドっていうのもあるわ、ふるさと、あ、本当だ、椎茸茶に幻の村おこし黒米、きのこ茶、しいたけ茶じゃなくてきのこ茶、松茸、しいたけ、舞茸が入ってる、伊豆の干ししいたけ、ね、これ面白いね、雨でさ、うん、お花が浮き出すんだって、濡れると、あー、なるほどね、かわいいよね、うん、ね、あー、綺麗だね、なるほどね、骨が16本で、あ、今しっかりしますね、中も見せてください、ね、値段も、はい、パパあれ面白いよ、あ、本当だ、間違いじゃない、今日の目的、今日の目的に伊豆のね、ここで団子、ね、事前下調べ、ね、事前下調べの結果団子があるってね、来ました、なのにさっきね、あの土地のところで、そう、なんか洋服買っちゃって、あのなんか、かすり、ね、ね、ね、ミキはそれで傘買ったのね、なんか雨に濡れると柄が出るんだって、ね、面白いね、と向こうのお店ね、買いました、また秋にっていうお店の名前みたいだね、うん、秋に買いに来たら安くし、安く売ってくれる、団子いただきます、はい、ママが麦田をさ、団子にかめる、大きいね、全然、うん、おいしい、うん、いいね、団子三兄弟、うん、でかっ、うん、うん、さあ、いただき、でこの後、ちょっと向こう覗いてきてからまた、あの、そこソフトクリーム行こうか、なんかね、ソフトクリーム面白いなんだよ、冷ややっこソフト、はい、うん、うん、おいしいおいしい、しょっぱいけど、うん、しょっぱめ、あの、甘い、うん、お餅が、うん、ね、ちょっとはい、止めた、止めてないよ、止めてない、買ってしまいました、冷ややっこソフト、おお、どういう味するかな、高価感乗ってます、おかかと何、醤油じゃねえか、黒蜜、いや、そういうことない、醤油、
あ、面白い味だ。うん。面白い。豆腐と、あ、うん、ちょっと、もっちり。うん、美味しいよ、意外と。確かに、酒飲みたくなるかもしれない。あ、そういう味。でも、うん。うん。うん、なんかね、美味しい。非常に不思議な。あの、おかかがまたね、アクセントになってるかも。うん、結構。なんか、日本って感じ。うん、うまい。悪くないでしょ、これ。でも甘いんだよね。うん。その冷たさがね、いい感じ。アイスの。うん。要はその豆乳アイスをここにアレンジしてるんだ。うん。うん、なんか、デザートとはちょっと違うかも。うん。うん、おかずにできそうな感じだね。うんうん、冷たい豆腐みたいな。そうそう、結構うまい。うん、というわけでございました。中にロムニー駅の中にこんな、なんかティディベアだらけのところがありました。おもちゃ館らしいんですけどね。あ、こんなところ。あ、これクリケットじゃない？クリケットのバットだよ。すごいね、イギリスイギリスしてる。こんなね、チェストがあって、なんかわかんないけど、かわいい感じ。うん、あ、こういうの好き。あ、でも人形が人型は嫌だけど、うん、シルバニアファミリーとか。あ、パパこれなのがいいな。蓄音機とか、こういう骨董品。ミシンだね。これミシンだよ。これは違うけど、蓄音機だけど、うん、壁掛け電話機。ああ、大ゲージより小さい。何これ、電話？電話機だよ。そうだよ。これ何これ、なんかレンズになってる。うん、どうぞちょっと。あ、見えるんじゃない？確かに中に写真がある。双眼鏡と、うん、なんか、あ、ほら、お、これエンジンだったよ、ほら。え？スチームエンジンのモデル。これ？うん。はい、返す。ほらほら、ほらほら。これが男の人のスカート。ああ。スコットランド人。スコットランド人の格好や。切るの？これ人形劇です？あやつり人形だ。これピーターパンだろ。マリオネット。ピーターパンだね。うん、フック船長の。あ、そうだね。あ、面白い、これ。これ デブチン鏡でしょ。こっちはもっと、あ、違う、チェスだよ。あ、もう超足長、超足長おじさん。あ、これでかー。あ、太ってみる。みんなベッチョベッチョ。あ、すごい、コミト族。うん、こっちはすごいよ、超足長。顔映んない、うん、顔映るようにすると顔が長くなる。あ、こんな具合になりますね。面白い。あ、見て、長くなったよ。鼻の下長い、ね、そりゃもともとすごいね、足こんな長かったらいい。地球機じゃない、これオルゴールだ、ほら。え、これ、うん、あ、流してるし、ほらほら。え、これ走ったら流れる。あ、なる、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 いいね。あ、星の彼方。違うか、違う、虹の彼方。適当な人だな、本当に。オーバーザレインですよ、オーバーザスターになっちゃう。そうだ。え、これコンコン叩いてんのか。本当だ。このゴルゴールってベルなんだね。すごいね。すごい、初めて見た。え、この穴ぼこに入るとそこを叩くことになってるのかな。そう、あの、違う違う、穴ぼこの方は穴ぼこの方で落としてて、うん、それとは別にあそこでぶっ叩くの。そういうこと、うん、仕組みが見たい。このピンピンピンってさ、このあの、なんか櫛みたいなやつは中にこっち入ってんだよ。うん、それでそれとは別にベルがついてる。うわ、解体したい。かな、人形も動くんだね。ダンスするんだろうね、きっとね。そうだったんだろうね。さっきちょっと動いたかなと思ったんだけど、ライトがつくよね、うん、ライトがつく、うん。
あ、ボタン押せなくなってる。ああ、そうかな。2番、2番はできる。あ、どこ。終わりのない朝食。食べてんのあれ。そういうことだ。もぐもぐしてる。あんまり可愛くない。あ、じゃこれ全部動くんだ。これ面白そうだよね。興奮した、ね、興奮した天気が。調整中みたいで、うん、じゃあこっち軽いよ。ああ、あら、押しとかないとダメ。ずっと押しとくよ。ああ、あれは食事なの。ね、食事系しか動かないのか。で、3番目、わめき声クラゲ。ふふ、まあまあ言わないね。いや、それ言わないでしょ、音になるもんね。あ、こっちはなんかミニカートブリキのおもちゃ。なるほどね。なんかうちにもこういう大きいやつ1個あったよね。うん、うん、これみたいな。うん、あ、骨のやつか。おー、こういうロボットみたいなとか懐かしいな、うん、これブリキってやつ。そうそうそう、ブリキのおもちゃ。ここ頭ぶたないよね。おー、ほんとだ。サンタマリア絞れもあるし。学習能力がない人。学習してなかっただけ。これ昔の。うん、そうだね。サンタマリア。お、かっこいいねこの服。これ着たらサージェントペーパーズブルーハスクラバンかな。これってさ、ネタに向くのかな。これ動きそうじゃない。あ、そこボタンあるよ、ね。あ、ボタンあるよ。どこ？これ。あ、これか。うん、音だ。あった。あった。動いた。音楽選ぶんだろうね。それはこっちは。あ、これはあっちも動くんだよね。こいつが。え、それこっちで真ん中の。あ、そうか。しかも歌だ、音だけで歌う。もうじーっと言ってるよ。この辺に何かなって。あ、そうか。こういうこと。へぇ、うん、でもこれが一番いいなぁ。かっこいいぜ。携帯？うん。これ帽子か。そうそうそう。最後はロンドンバスの喫茶店、なんだっけ、アビーロードじゃなくて、あ、ペニーレーンだっていうお店ね。なんとこのロンドンバス2階建てバス上でコーヒー飲めんだね。こんななっております。階段あるけど、うん、面白いね。レモンスカッシュと悩んだけど、アイスティーにしちゃった。うん、ミキコーヒー飲めないからね、うん、飲めるよ。飲めないで、ね、なんとかなんとか雨持った ね。もう真っ黒結局だけど、あの雨が降ると思って対策すると降らないから、うん、なるほどね。いつもそう、ね、入り口であり出口のイギリスに戻ってきましたよね、うん。あ、やばいな。急なところ。普通の階段より急だ。うん、上がっていきます。よいしょ。あ、パパ頭ぶつかるか。マジ。あ、大丈夫大丈夫。ママ、これ荷物が運べるか。おお、なんかちょっと面白い。どこ？一番奥？ああ、一番前に行こうか。なんかちょっと揺れてる気がするんだ。気のせいか。うん、気のせい。ちょっと気をつけなきゃだけど。よし、こんなとこですよ。面白いじゃん。わあ、すげえ老朽化してるから。贅沢に。ボロボロだよ。使っちゃう。パパと一緒座るの怖いから、こっち行こうかな。え、でもみんな上上がってこないね。そう、あっちからだ。あって帰っちゃったね。うん。こういう贅沢な使い方してる。ごめんなさい。勝手にもう取っちゃう。これどっちが多いなの？これかな。なぜか、あの、空の絵が描いてある。うん。きっと、屋根剥がれてね。うん、まあだってもうボロボロだもんね、うん、椅子もね。でもさ、うん、あの座り心地悪くない。うん、でもね、なかなか面白い、うん、そしてっこいい。あ、ここはトミエコーヒーじゃなくて MMC だった、うん、椅子ボロボロだね。でもさ、字がしっかりしてるからさ、うん、あの柔らかい、うん、そんなわけの
イギリスでございました。最後にまた買い物するけどね。うん、目的地のペンションに着きました。なんだっけ？グリーンリバー。うん。あ、車だ。どうもね、ムーンリバーって言っちゃうの。でもさっきのそっちのね、緑の映画がグリーンなのかと思っちゃった。そうそうそう。もしかしてこれなんて言っちゃう。ここもほら、喫煙。あ、そうだよね。っていう具合でございます。じゃあここ端っこね。うん。というわけで。じゃあ。お邪魔してみてください。あ、もう開けてくれてる。うん。さっき買った帽子ね。なかなかいいよそれ、うん。珍しくサイズが小さめ、うん。うん。それでも右にはでかいんだけどね。うん。もちろん。で、着きました。宿泊地に着きました。はい。和室です。和室。あの部屋はね、何でもないあのただの和室なんだけど、なかなか今ちょっとお風呂見てきたらね、おしゃれでしたね。うん。で、真ん前は駐車場でした。今駐車場こっち、そっち普通の民家。あ、そう。あ、こっちだ、こっちか。そうか。あっちに自分の車があるんだけど、映んないかな。うん。っていう具合でございます。はい。じゃあちょっとくつろぎましょうかね。うん。なわけで風呂に行きます。空いていません。入浴中にして。まずどこ閉める？洞窟風呂風。そこ閉めていいの？閉めてもいいんじゃない？うん、ああ。そういうことか、うん、鍵かかる。鍵がかかんない。鍵かかんない。だってこれが出るとか見に来ないといけない。っていうか、それもそうだし、危ねえし。危ねえ、脱げた。ほら、ほら、そうやって転ぶバカタレがいるから。スリッパ、入り口。あ、そういえばさ、これ脱水する場所が何国か？どこで脱げるの？え、ここで。あ、これ違うの？ここじゃないよね。あれ？え、そこでしょ？そこだよ。入り口そこでしょ。この先ってあったっけ？いや、うん、ないよ。この先は多分従業員の人とか。え、洞窟は？あれこっちじゃなかったっけ？だからそこでしょ。中入ってもらって。うん、うん、これでいいんだよ。で、そこでほら、脱衣するんだよ、ほら。ある。うん。さっき見たんだよ。ここにあります。それで、え、ここじゃない？ここら辺だよ。あれ？ここだよ。ここで。洞窟？うん。洞窟じゃん。そうそう、ここ。だってよく見てなかったね。だからそれで入っちゃいけない。はい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 。ね、こんな感じで。いつから入るんですか？なかなか。ね、黒こんな感じで。温度どうかな？あ、な、あー、ちょっと厚め？あ、でもね、ちょうどいい。いいよ。いや、大丈夫大丈夫。あ、いい感じ。で、こうなってて。うん、こんな風になっております。雰囲気いいよ、とってもこっちから撮った方が分かるんだよね。なんか動かなくてる感じとか。あ、ミキ、それはこっち、サンダル使えて。で、だけどあんまりほらぬるぬるするだけで。そう、だからちょっと気持ちいいもんじゃないの。あれ、あんまりいいの、ミキ、あれか、本当に悲しい。何？こっちが、下が狩野川なんだよね。あ、ジョボジョボ行ってる。見えねえけどね。で、風呂はこんな感じで洞窟風呂風になっております。はい、では入りたいと思います。というわけでですね、あの勝手によろしくやってます。あ、ご飯でございます。あ、ここパパちゃん、どうしよう。じゃあ、私も。おお。おお、なんか美味しそうだよ。そうだね。こんな。あ、飲み物。あるけど、生ビールだね。キンキンビールだね。ちょっとな。ワインとないです。あ、お酒だ。あ、たよし、ワインありますよ。あ、イタリアとドイツだ。イタリア。イタリアの赤。赤。うん。あ、でもドイツの白でもいいけど。ドイツの赤もある。あ、でもドイツの白甘口は4500もする。うん、高いですね。高いですね。ということで、イタリアの赤で。ね、
かなり金額強い。はい、そんなわけで、今度はそのワインでいっぱい、はい、乾杯。お疲れ様でした。お、美味しいね。ね、食べ物もうまそうだし、よし、いただきますかね。そんなわけで、あゆでございますね。はいよ。これね、頭からガブリといけるそうでございます。はい、そんなわけで食事終わりました。どうでしたか？美味しかった、うん、そして量多かった。うん、よかったね。もう入んない。うん、というわけでコーヒー頼んで飲んでます。私は紅茶。うん、うん、ね、おやすみなさい。おやすみなさいやな。なんかね、ほらこんな感じで天城の天然水で入れたコーヒーから食べさって書いてあってね。ドリップを頼んでしまいましたね。うん、うん、そう、まろやかで美味しいです。ていうかね、今日昼間飲んだね、コーヒーが今言ってたこれでバッチリだ ね、はい、てなわけで、そんなわけでですね、夜中はですね、こっちの露天風呂もちょっと暗くてなかなか分かりにくいけど、来ました。ていうかもう入っちゃったんですけどあまり下を映すと、俺ちょっとやばいとこですけど右でも撮っとこう、はいはい、ね、そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。おはようございます。一風呂浴びてきました。はい、今ミキ風呂入ってます。これからもうちょしたら朝飯だね。うん。何？川は増水はしてるけど、鹿の川はまあ、うん、溢れ出すことはなさそうでございます。うん。今ねちょうど台風が日本列島をドカンとね突き抜けてるところなのね。高知の方の人たちはねちょっと大変ね、かなり増水してひどい目に遭ってるけど。こっちは少し免れるのかな、ねね、ちょっと嫌な天気だったけど、まあそれでもね、なんとか楽しめたよね。うん、うん、そうか、お風呂が来ました。そう、お風呂3つ全部入ったし、うん、ってな具合でございました。朝飯なかなかね、美味しそうです ね、うん、じゃあいただきますかね。はい、はい、いただきます。というわけでですね、これから人に着きたいと思います。水も滴るいい車。ちょっと雨降ってるけど今ちょっとね暗闇の状態です。これから帰ります。はい、そんなわけで地元に戻ってまいりました。地元でこんなねすごい氷とんかつでございます。食べて、お家に戻ろうと思ってます。でも実はね地元がすごい雨強烈です。うん、ちょっとねひどいことになってます。そんな具合でございますが、じゃあいただきます。でした。